なんと佐藤浩市さんが寛一郎さん、息子さんとがっつり共演シーンがございましたけれどもいいかかがででございまししたょう <laughs> すごくいい意味で息子と最初に一緒にやるっていうことのハードルを坂本さんが設定してくれたんでね僕はあの逆に楽しくでもね、やたらね僕ね説明せリフが多いんですよ今回。 ちょっと二三、二三回ちょっとセリフでちょっと N. G. 出しまして。あの冷ややかに息子に見られました。はい、<laughs> でも坂本監督それはやっぱりあえてこうキャスティングを。はあのなんとなく、えっと光一君と海獣君とご飯を食べるきっかけあって、それがあの一度思ってませんの準備中ですかね。丸山さんと本を書いてる、その時に。えっと。言っていいんだよね。あ、あの光一君の方から。 えっと、寛一郎を演出すると3代演出することになるぞって帰り際に言ったんですよ。ということは親が言うということは共、OK、演 OK だなとあとは寛一郎君が嫌だって言えば今回はなかったんですけど小、まあ、一君の人へはやっぱりなかなかこういうベテラン勢と芝居を交わすっていうチャンスがあんまりないからそういうふうに寛一郎のをってですは。 いらっしゃいましたもんね。んまあ、シーンの中でテレビに映ってる。こいちゃんって全部嘘。肌 <laughs> のいいパパですよ。勘 <laughs> 一郎と一緒にやれたっていうことは、僕は三國さんと浩一と勘一郎と3世代に共演させていただいたということになりますかね。俺もずいぶん古いですよね。もう本当に干のみたいですよ。本当に。そうですよね。佐藤浩一さんでも確かに。 石橋蓮司さんもそういうってことですよねそ,それはむしろ本当に、うん、ありがたいというかすごく、うん、現場を楽しんでくれたんでね彼もそれ良かったと思いますありがとうございました